エドローシュは1910から1920年代のアメリカメジャーリーグの選手。主なポジションは中堅種。インディアナ州オークランドシティ生まれ。左投げ左打ち。1910から20年代のシンシナティレッズで活躍した俊速高打の外野手。1913年にマイナーのエバンスビル球団からシカゴホワイトソックスに入団するが、 9試合に出場しただけで、翌1914年には、フェデラルリーグに移籍。インディアナで74試合、ニューアークで145試合に出場する。リーグ解散後の1916年には、ニューヨークジャイアンツにトレードされ、その年の半ばには、クリスティマ・シューソン、ビル・マケシュニーともにシンシナティ・レッズにトレードと、4年間で5球団を渡り歩く。 レッズに落ち着いた1917年以降は打撃成績も向上し、同年は341で首位打者を獲得する。また2年後の1919 19年には2度目の首位打者となり、同年のホワイトソックスとのワールドシリーズも制覇した。ただこの年のワールドシリーズは、後にホワイトソックス側の野百町疑惑に発展する疑惑付きの対戦でもあった。 レッツには1926年まで10年以上在籍し、その間打率が3割を切ることはなかった。この間は、首位打者の他に、1923年に二類打数でリーグ最多、1924年には三類打数でリーグ最多を一度ずつ記録している。1927年にジョージ・ケリーとのトレードで再度ジャイアンツに移籍するが、 1930年は年俸交渉がこじれ、丸1年プレーしなかった。1931年に現役を引退する。老手は46オンスもある重いバットを使っていたが、現役中に一度もそのバットを折ったことがなかったという。通算本塁打は68本だが、うち30本がランニングホームランである。 1960年にレッズ球団の電動入り選手に選ばれ、2年後の1962年にベテランズ委員会によりアメリカ野球電動入り選手に選出された。1970年7月24日には本拠地クロスリーフィールドの最後の試合に招かれ、始球式を行っている。1988年にフロリダ州ブレイデントンで94歳で死去。 ありがとうございます。